イメラジオ第5320回、今日は令和5年7月24日月曜日です。時刻は午前11時半、横浜港北、もう30分したら正午という、そんな時間となりました。今日も今から気温が上がっていくでしょうね。さて、月曜朝のイメラジオ、今回は受験の話。受験生の夏は過去問演習、こんなタイトルです。受験生の夏はズバリ過去問演習です。特に難関大を目指す場合、もう夏から過去問演習に入っておかないと遅いですよ。もちろん考え方はいろいろあって、第一志望の過去問演習は10月ぐらいから、そして第二志望を9月ぐらいから、第三志望を今ぐらいから、あ、それは一つの、いい考え方でしょう。下から固めていくってやつですね。あるいはもう春に、今は夏なんですけど、もう春にある程度の勉強が終わっていて、英語も数学も国語もですから、もう1学期のうちに過去問演習を始めたんだという人、この人はいいスタート切ってますよね。そうするとこの夏はもう他の問題集なんかやらなくていいです。ひたすら過去問演習です。私の担当科目は英語ですけど、例えば京都大学を受けようと、京都大学を受ける場合、過去5年分ぐらい の過去問演習が、そうですね、2ヶ月ぐらいできっちりやれると思いますよ。なんだ、2ヶ月で終わるんだと。で、じゃあ京都大学2ヶ月で終わったから、じゃあ早稲田大学をやろうとか、慶応大学をやろうとか、それは第二志望、第三志望ってことですね。それもいいんですが、どうでしょうか。もう本当に行きたい大学がかっちり決まっていて、東大そして京大レベルであるのならば、それを過去20年ぐらい遡ってやってみる、これも一つの手ですよね。過去20年ぐらい遡って東大京大をやってみると、全科目それをやるってもし思うんだったら、その過去に遡って過去問を買っていくことになります。でもしそうではなく、例えば一つの科目、数学だけ、あるいは英語だけはものすごく得意にしたいから、東大の英語を20年と、あるいは京大の英語を20年と、こういうふうな考え方をする場合、それならそれでね、その東大の英語っていうのが20年25年、京大の英語っていうのが20年25年、こうコンパクトに詰まった、そういう問題集も実はありますから、それを使いながら、20年分ぐらい、東大の英語、あるいは京都大学の英語、他の英語でもいいんですよ。早稲田の英語でも、慶応の英語でも、に特化した勉強をするというのは、これもこれで一つの手でしょう。ただ、こういう勉強の場合は、第二志望、第三志望はもう考えませんと。受験には行きますけど、あまり対策をしませんという、こういう勉強の仕方になると思います。実際、東大受験生、または京大受験生の場合、早稲田対策、慶応対策はほとんどしてないですね、見ていると。そうではなく、さっきお話したように、英語を過去20年分と、数学を過去20年分と、こういうふうな、他の科目まではさすがに20年分やれないんですけど、そういう勉強の仕方をしているようです。それで、総大の過去問演習やんなくても、慶大の過去問演習やんなくても、まあ、受けに行けば受かりますよという、そういうことなんですね。どうでしょうか。今年の夏、今が7月の終わりか。まだ8月が丸々あります。ここでどう過ごすか、受験生の諸君、大事な時間ですよ。でも今、例えば英語で単語集なんか見てるとか、もう論外ですよ。何をやってるんだと。
あれ今文法問題集を解いてますっていうのもそれは悪くはないけど、ちょっとにしときなさいよと。そうではなくて、今はもう自分が受ける大学の、ね、第一志望が強烈にあるんだったらそれを20年分今から始める。あるいはそうでなく、第一志望、第二志望、第三志望、第五志望ぐらいまで決めてるんだったらその5番目あたりから過去問演習を始める。そういうやり方の場合は、さっき言ったように10月ぐらいに第一志望が来る、こういうことになりますよね。それは いろいろなんですよ。それは個人のスタンスによります、受験に対するね。いずれにせよ、もう今過去問に入っていないと来年の成功は難しいでしょう。受験での成功はね、過去問を見ておいてこそ相手が知れるわけでしょ。過去問を解いてみてこそ、あ、本当はどういうことを練習しなきゃいけないのか。だから夏にやって自分の足りないところを知り、そして秋にそこを補う、こうだね。まだ時間がたっぷりあるんですよ。ただ過去問をやっていないとトンチンカンなところに自分の勉強が行く、そういう恐れがあるわけですよね。模試をいくら受けても、まあ東大模試、京大模試であるのならば、まあかなり実際の試験の形式に合ってますから良いのですが、そうでなく、なんか普通の統一模試みたいな、そんなんだった場合は、いくらそれを受けて何かの合格判定をもらったとしても、それはあんまり当てにならない。自分の受ける大学はそういう形式でなかった場合、トンチンカンなものを見た、こうなりますからね。なんせ過去問演習です。受験生の夏、今からです。